怖いなって未だに思うんですよ。あ、未だにやってる塾って多分あると思うんですよ。まあサナルっていう塾がね、ここ鉢巻きして、はい、皆さんこんにちは、教育百科的だと申します。まだお盆中で、休みの先生も多いと思うので、スキル系ではなくて今回はこちらのテーマで話をしていきたいと思います。体育会系の塾にお勤めの先生に注意してほしいことってのをやっていきたいと思います。僕自身は中学の頃にザ・体育会系の塾に通っていたんですね。で、その頃の記憶ってもちろんテストでいい点数を取ったっていういい記憶もあるんですけど、悪い点数を取った時のそのね、良くない記憶、まあ悪い記憶がですね、やっぱね、まだ残ってるんですよ。体育会系の塾にお勤めの先生だったり、体育会系の塾を運営している方にちょっとね、僕は言いたいことがあるので、それを今から言っていきたいのかなと思います。その場では愛情を込めて言ってるつもりでも、やっぱり心の傷として残るので、僕はどちらかというと度が過ぎた体育会系の、塾ってのは良くないのかなっていうふうに思っています。まあもうほとんど絶滅危惧種だと思うんですけれども、まああえてね、この時期に話していきたいのかなと思います。で、まず1つ目、暴言ですね。人間って周りの環境にこう慣れてくると何が正常なのか判断がつかなくなるんですよ。で、周りの先生が暴言を吐いてると自分が暴言を吐いてもいいっていうふうに思うわけですね。例えばなんだけど、勉強するかかどっちか選べみたいなことですよね。これは完全に行き過ぎてると思うんですよ。P が入ってるんですけれども、まあ、なんとなくテロップでさせてください。で、そういうのは行き過ぎかなというふうに思うんですけど、そういうことを当たり前のように言う塾があって、かつそれを正当化してるところもあるので、僕はちょっと危険かな、子供の心に傷を負わせて僕ぐらいの年齢になっても未だに残ってるんですよね。だからちょっとやめてほしいかなというふうに思います。次、2点目が、まあ、最後、これで最後なんですけど、暴力ですね。まあ暴力で人を支配するっていうのって非常に簡単なんですよ。例えば小テストの点数が悪い時に僕が実際にあった、暴力って何かっていうと、まあいわゆるそのこういう本がありますよね、まあ、教科書とか参考書とか問題集なんですけど、それのこのね、角でね、ガンってね、やられた記憶って僕未だに覚えていて、怖いなって未だに思うんですよ。あれは中学生の時でしたけど、未だに残ってるんですよね、心の傷として。あの時の本でガンって殴られたから今の自分があるんだとは、ごめんなさい、到底思えません。なので、暴言と暴力っていうのは絶対にやめた方がいいというふうに思います。もちろん体育会系の塾と体育会系じゃない塾があるんで、それは親御さんと子供が一緒に話し合って決めることです。で、体育会系の塾に入るっていう選択をしたんだったら、それはそれでいいと思うんだけど、度が過ぎた体育会系ってのはやめてほしいかなっていうふうに思います。でね、まあテレビで見たんですけど、まあサナルっていう塾がね、ここ鉢巻きして、みんなで勉強頑張るぞ、おーみたいな、これ完全に体育会系ですけど、別にいいじゃないですか、みんなで勉強頑張るぞ、おーって、これはいいと思うんですよ。これが正しい体育会系だと僕は思ってます。勉強やってこないんだったらとか、テストの点数が悪いからここの角で叩くとか、いまだにやってる塾って多分あると思うんですよ。特に個人塾があると思うんです。なので、まあそういったことはやめていただきたいなっていうふうに思います。なぜかというと、僕がいまだにここでね、角でね、殴られた記憶ってのが残っていて、あ、怖かったなって、まだ残ってるからなんですよね。なので、暴言暴力っていうのは絶対にダメ、廃止しなきゃいけないと思ってるんで、皆さんも協力してほしいなっていうふうに思います。いやいや、暴言と暴力がないと子供は言うこと聞かねえんだよって言ってる先生、違います。暴言と暴力なくてもきちんと話をすれば子供が分かってくれます。だから暴言暴力に頼らないで塾の運営ってのを僕はしてほしいなっていうふうに思っています。ちょっとお盆にね、重い話をしてしまいましたけれども、もうすでに開けてる先生もいるかもしれませんけれども、
皆さんで協力して、いい教育業界を作っていっていきたいなと思います。では、賛同してくれた方、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。